師太田裕美です。今回はコミュニケーション講座シリーズ第3弾褒め返しの練習方法をお伝えします。前回の動画では褒められたら感謝で受けるプラスもう一言褒め返しをするというお話をしました。ただこの褒め返しというものはなかなか難しかったりしますよね。褒め返しがうまくできなかったなと思った時にそのままにしておくと全然コミュニケーションは上達していきません。でも褒め返しがうまくできなかった時どう褒め返したらよかったんだろうということを自分の中でちゃんと考えて答えを見つけておいてください。あんな風に褒めたらよかった、あんな風に褒め返しができたらよかったな、次はこんな風に言ってみよう、そういった言葉の引き出しを自分の中でたくさんにしておくことがコミュニケーション上達の秘訣です。これを習慣にしておいて自分の言葉の引き出しを相手への褒め言葉でいっぱいにしておくと次に似たようなシチュエーションに出会った時にその言葉の引き出しの中からいい言葉を選んで相手に返すことができるようになります。自分の言葉の引き出しが褒め言葉でいっぱいになっていったらなんだか人生も豊かで幸せになると思いませんか？これを実践していくためには相手のいいところを見つけるということが必要になってきます。相手のいいとこ探し、これをしていくんですね。人を褒めるのが何か苦手だなという方は日頃から家族、大事な人、そういった身近な人を褒める、これを習慣にしていただくといいと思います。これを習慣にしておくと外に出て人を褒めるということが普通にできるようになります。家の中や日常でしていないことを外に出てやろうとするから難しかったりするんですよね。日頃から家の中で家族のことや身近な人のこと、そして大切な人のことを褒める、これを実践していくと褒め上手になれます。褒める練習は家の中から相手のいいところをいっぱい見つける、こういったことを習慣にしてくださいね。